こんにちは。Mシステム技研関東支店の佐々木です。今回ご紹介する製品は、こちら、チャートレス記録計 71VR1 です。チャンネル登録、高評価、押していただくと元気が出ますので、よろしくお願いいたします。さて、71VR1 は、これまでのチャートレス記録計にない画期的な特徴を2つ持っています。特徴の1つ目は、手のひらに乗る大きさです。なんと、前面は96ミリ。そして、側面は、たったの100ミリです。重さはなんと 550g、 片手でつまめる重さ、これはペットボトル1本と同じ重さになります。スペースで記録計の設置を諦めていた皆様、チャートレス記録計としては圧倒的に軽量コンパクトな 71VR1 をお試しください。特徴の2つ目は、経費予算範囲内の価格。直流信号入力が2点のタイプのもので、基本価格はなんと8万9000円。そしてさらに、ユニバーサル入力が3点、直流信号入力が2点、合計でアナログ信号が5点入るもので、基本価格は9万9000円です。コスト面で記録計の設置を諦めていた皆様、チャートレス記録計としては破格の価格、71VR1 をお試しください。サイズもコストも画期的な 71VR1 ですが、一般的にチャートレス記録計が要求をされる基本性能はきちんと満足しています。表示は 3.5 型 TFT カラー液晶を採用し、トレンドグラフやデジタルチップ、警報ログを鮮やかに表示をします。取ったデータは SD カードに保存をしますが、1秒周期ですと約 4.5 ヶ月、5秒周期ですと約2年と長期にわたって保存ができます。 SD カードに保存したデータは専用ソフトで簡単に CSV 変換ができます。画期的な特徴から一般性能まで網羅した 71VR1 をぜひお試しください。Mシステム技研では 71VR1 の他に、100ミリチャート相当の144ミリ角、チャートレス記録計 73VR シリーズもラインナップしています。大きな画面を必要とされる方は、こちらをお使いください。製品に関するお問い合わせは、カスタマーセンター、もしくは担当営業までお気軽にお声掛けください。来週はウェブ機能付き電力モニターパワーミエルのご紹介です。最後までご視聴いただきありがとうございました。